はい、今回は列車戦隊特急ジャーの食玩特急6号キットからアプリチェンジャーをご紹介します。デラックス版のアプリチェンジャーが出たと思ったらいきなりもう食玩も登場ですね。もう特急6号ラッシュです。パッケージを見る限りデラックス版に結構似ているのでかなり期待しています。そしてもちろんアプリチェンジャーにはちっちゃいビルド列車が付属しています。ラインナップは今回はこちらの3種類、1番がこのアプリチェンジャー、2番が誘導ブレーカーとドリル列車、そして3番が特急6号のフィギュアですね、可動フィギュア。はい、裏面はこちら。サウンドギミックはもちろんありませんけれども、アプリチェンジャーのスライド機能、そしてビルド列車を走らせて変身、さらには2番誘導ブレーカーに付属しているドリル列車も走らせて召喚することができるということでね、かなりねデラックス版に近いような遊びができるんじゃないかなと思います。では早速開けていきましょう。やっぱりミニプラと違ってなりきりキットはシンプルで作りやすそうですね。中に入っているのはラムネとこちらのシルバーのランナーが2枚とかなり大きいシールが1枚。これ貼るの失敗したら大変そうですね。組み立ての説明書はこんな感じです。では作っていきましょう。まずはラムネを食べます。食べてる間に作る。うまい。取っていきます。とりあえず貼れるシールは全て貼ってしまいました。そして、まずは、これですね、このホームの裏側に特急ジャーのマークが入ったアプリチェンジャーの裏面、これをくっつける。はい、こんな感じでガチャン。はい、まずはこのスライドする下部分完成ですね。そしてこれシールよくできてますね。そしてこの液晶パネルの反対、ここに矢印があってこうスライドするので、こうですね、こうここにパチッとくっつけます。そうすると矢印の方向にスライドができる。この感触なかなかいいですね。デラックス版とはまたちょっと違う。まずはアプリチェンジャーの本体が完成しました。そしてあとはこのドリル列車、あとはこのミニビルド列車、もう両サイドシールを貼ってあります。2つのパーツを挟んで、この3番のシールを、真ん中のシールを貼れば、はい、ミニビルド列車の完成。ここは穴が開いているので例のギミックも対応してるんですね。はい、では完成したアプリチェンジャーとミニビルド列車見ていきましょう。まずはこちらのアプリチェンジャー、とても小さいながらなかなかの再現度。やはりね、スマートフォン型ということで液晶のシールがとてもリアルなので、まあ、それだけでね、デラックス版にとっても似ているんですね。正面から比較するとこのようにもうそっくり、大きさはこれぐらい違います。厚みは約半分ぐらいですかね。もう側面から見るともうあんまりわからないですね。もちろん TQG のロゴもオレンジのシールでしっかりと再現されています。そしてスライドをさせるとこうなります。閉めるところと最後まで開き切ったところでカチッと、ロックがかかりますので、開けたり閉めたりしてるとこのカチカチという感触がとっても心地よいです。この片手でも十分、スライドできるぐらい滑らかに動きます。かなりよくできてますね。これは開いた状態で比較するとこうです。このスライドすることで現れる線路とホーム、これもよく再現されています。模様も全く一緒ですね。続いてはミニビルド列車、形状は以前の特急ジャーキットのミニ列車と同じですね。ちょっとシールとしてはオレンジの部分が足りなくて、実際のビルド列車と比べると、シルバーの部分が目立っていますが、まあそこまで気にならないですね。横から見ればほとんどオレンジなんで、ちょっと上から見るとちょっと気になるかなというぐらい。ビルド列車のこの先端のショベルも
結構複雑な形をしているんですけども、とってもよく再現されています。ここはまた別のシールが用意されているので、ここはねとってもリアルですね。そしてこのビルド列車はこの下の突起、これとこの線路の溝がちょうど同じサイズになっています。なのでここをスライドさせることができるんです。この溝にぴったりはまりますので、このままスライドをして変身遊びができます。特急チェンジャーみたいに、ロックはされないんですね。ただ上をスライドしてるだけ。ちなみに前回の特急ジャーキットのアイテムの連動として、まずこの他の列車、下の形状は全く一緒なので、このレールの上をレッド列車が走ったりもできます。あとはこの特急ジャーキットオリジナルギミック、特急バックルの中にこのようにビルド列車を収納することもできます。さらにこのビルド列車を特急チェンジャーにセットしたり、さらにはこの特急ブラスターにセットすることもできません。あれできないですね。一応ね入るんですけど前に進まないや。この前のパーツが干渉しちゃうんだな。あー、これはダメみたいです。あとはこの連結バズーカに付属のエナジー列車を走らせてみたり、連結バズーカにビルド列車をセットすることもできます。発車。はい、ということで今回は食玩のアプリチェンジャーをご紹介しました。やっぱりアプリチェンジャーはもともとシンプルな形をしているので、食玩でも再現しやすいですね。どこからどう見てももうデラックス版を縮小したかのような見た目、そしてこのスライドギミックの滑らかさ、音声ギミックはもちろんありませんけれども、アプリチェンジャーの音声もともと多くないので、意外とこれでも満足できちゃうかなといったレベルですね。税抜き300円という低価格で特急6号の変身遊びができちゃうのはお得です。以上、特急6号キットアプリチェンジャーのご紹介でした。